サントさん実際リアクター来てなくて寺戸さんがかばったってパターンない？他サントさん見た人いる？リアクター周辺で。いやいたよ。セキュリティの十字路はいた。他の人に話そうし。他の人に話そうし。他の人サントさん見た人いる？てか、ゲンさんとかさ、オラフさんとかがさ、アッパーエンジンの方向かう人は見なかった？それがサントスさんだったと思うけど。待ってるんじゃなくて、リアクターにいたって俺はサントスさん。あ、オッケーオッケー、他の人、ごめん、他の人。アベレージさんって今おっしゃってくださったと思ってるけど。僕、コミュニケーションなんで、そこら辺は全然わからない。アベレージさんさっき言ってもらった。あの、砂亀サントスさんペアになります？二郎なんじゃないかな。あ、じゃあ、それでもいいっすけど、どうします？え、なんか、砂亀サントスペアでいいですか？他の人大丈夫です。いいよ。大丈夫です。オッケーです。これは今回はコミュニティサボタージュがめちゃくちゃなるという読み絶対あそんなに強いんだって知見を得てる人多そう。黄色青、黄色青ちゃん、なんか今の今回はっていうのなんか逃走中っぽかったね。なぜかそんな感じだった。あ、お茶持ってくればよかった。黄色茶、青、黄色、青茶。リアクターはね、あの絶対向かうようにしてください。黄色、青茶。あ、メンバーシップ登録ありがとうございます。先端陣へようこそ。すげえ、こんなパスワードあるのね、すごくない？全部こうだった。夏目さん白いね、見てくれたね、重なってるの。サントス、死んでそうだけどな、押さない方が良さそう。死んでないのか。夏目さんが、おい、夏目さん死んでる。死んでる。最終目撃情報をじゃあ聞きましょうか。ゲンです。リアクターで見ました。あ、同じくサンボスもリアクターで見ました。なった後も言いました。で、アドミンでリアクターに1いるの確認してるので、おそらくリアクターかと。同じく宝も確認しております。左組が犯人だと思います。コミュニケーションはアベレージさんが一番最初に直していました。2番目が僕です。はいはい、それを、砂溜め見てました。はい、はい、夏目さん、左白かったんだけどな、一番あのリアクターで結構あの立ち位置が被ってたのをちょっと離れてずっと見てくれてたから、ま、ごめん何の情報にもならんけど。あれ、ごめんなさい、あの魚、はい、あ、はい、リアクターに行ってない人から洗った方が早いと思うので、砂ザメさんとアベレージさんは俺は見ています。ストレージと、はい、あとアドミンの方で見ているので、うん、この二人がおそらく夏目先生を殺すことはできなくて、コミュニケーションで直していたのが寺蔵さんと直していたって感じです。阿部です。はい、サントスさん最後アッパーエンジンの方行かなかった？アッパーエンジン行きました。はい、サントさんが怪しいかな。私最終目撃リアクターで夏目さん見て、でアッパーエンジン行って、1個やって回ってアドミンにたどり着いて、なったみたいな感じなんで、私を白く出せる人はまあ最後アドミンで。いや、リアクター来てた？サントさん来てなかったと思うけど。え、リアクターいましたよ、いましたいました。ゲンさん、サントさん見てます？記憶にないですが。てかそもそもさ、待って、はい、メッドベイのさ上の方でサントスさんが左に行って、ゲンさんがメッドベイ入って僕は右に行ったから、サントスさんが左方向に行く証言なかったかね、今の証言の中で。え、左どうですか？リアクターに行ったってこと？そう、コミがなる前かな。まあ全員白出してないから、もう一回押して全員白出しましょう。サントスさん押してください。はい、あ、わかりました。お願いします。サントスさんだったよな。色違いじゃない。いや、サントスさんだったよな。チャンネル登録ありがとうございます。
はい、押しました。私の話からでいいです。他の優先の話あればだと思いますが、大丈夫です。私リアクター下ルートからストレージロアエンジン回ってリアクターついて、でそこで目撃して、でその後、アッパーエンジン、タスクやって、カフェテリアアドミンにたどり着いてなったって感じです。でなんかセンターさんがさっき方向行ってなくないっていう話があったんですけど、あのリアクターに行った時は下回りで行ってます。私その後あれアッパー十字路にいるのは見たよ。俺がセキュリティに閉じ込められて外に出たらサントスさんがいたって感じ。あ、じゃあ待って、違う人か。あれ待って、カフェテリアからアッパーエンジンの方に向かった人がいたはずなんだよな、コミになってる時に。あ、マジですか。それは、うん、わごめんなさい、それは私の。じゃあサントスさん見てるんだったら。現です。繰り返しですが、藤宮さんの証言を聞きたいです。はい、リアクターに、寺蔵さんと一緒に向かって解除されたので、はいはい、覚えゲーをやっていたのが、その時センターさんと、ゲンさんがいたのを確認してます。その後アッパーエンジンにゲンさんと向かったと思うんですけど、はい、でメッドベイにゲンさんが入っていったのを確認して、そのままアドミン方向に向かって、アドミンが最終です。アドミン方向に向かわれたんですね。はい、ゲンにはカフェテリアの下の、あのテーブルの下で鎮座している状態しか見えなかったんですけど、移動されてたっていう話ですね。ごめん、藤宮さんがね、僕ボタンの前でずっと立ってたのが見えたから、多分、はい、だからアドミンに行かれたっていう証言が。いや、あのね、多分ね、ちょっとあれだけど、なんて大きくくると見間違いっていう、ちょっと濁すけど、多分大きくくると見間違いの分類に入ると思う。多分ゲンさんが見てる藤宮さんと僕が見てる藤宮さんと、藤宮さん自身の行動が食い違ってるから、ね、一応あのゲンさんとセンターさんがいたので僕押そうと思ったんですけど、周りに2人いたんで、あ、じゃあいいかなって思ってアドミン行きました。ごめん、ゲンさん、オラフ君、魚さん、センターさんの白がよく分かってないんだけど、もう一回お願いできる？はい、僕も押すわ、一緒に。はい、いや、動機ずれはでももうやっぱ言うしかないな、ちょっと動機ずれで片付けるしかない。動機ずれだろうね。ここにいたもんね、藤宮さんね。でも実際はまっすぐ向かってたっぽいから。押しました。押しました、はい、ありがとう。はい、ごめんなさい、ちょっと最初だけ、センターさんが、あ、サントスさんは夏目先生をリアクターで見た。で、ゲンさん、センターさん、藤宮さんはリアクター行ったけど、夏目先生を見てないで合ってます？ゲンは、ゲン、最か、最初に私、夏目先生がリアクターでいましたって発言したの、ゲンです。あ、ごめんなさい、申し訳ないです。この時点で私の白拾いませんかね、もう。私は他の方が残ってるっていう感じですかね、ほぼほぼ。リアクターがその周辺のはずで、私は誰よりも早く右側に行ってます、多分。メッドベイは。あ、メッドベイ入ったの誰だっけ？ゲンさんじゃなかったっけ？ゲンさん。あ、だよね、だよね。なんか、寺蔵さんの疑問があるとで、寺蔵さんから話を振ってもらった方が分かりやすいと思います。ゲンさんをしろって言える人は、藤宮さん？そうではない。てか、うん。まあでも、一緒に向かってたんで、まあ、左行ってる余裕はなかったと思います。松目先生よりも後ろにいたということです、私が。はい。なので落ちませんよねっていう。あ、すいません。あ、僕は、そうなの、アドミンって多分砂ザメさんと一緒にあのカードキーやって、ですぐ出てストレージぐらいでリアクターになって、多分結構早めにリアクター入って、で誰かとが最初にリアクター行って、僕は上の方のリアクター解除したんですよね。リアクター後の話からみんな言ってください。あ、すいません。リアクター後は、そのままアッパーエンジン行ってカフェテリア行って、センターさんの後ろずっとついてて、でカフェテリアで藤宮さんとかいるのも確認して、そのままウェポンズ行って O2 で誰か見てくださったと思います。誰？ゲンさんですかね、多分だったと思いますよ。私一番最初に右到達してるんで、はい、おお、じゃあゲンさんもオラフ君もちょっと違うんじゃない？魚さんと、あ、まあセンターもそれ聞くと白い。あ、魚はね、アドミンストレージコミュニケーション以外から動いてないので、僕は反抗ができない。砂ためさんとアベレージさんがそれを証明してくれる。いや、サントスさん、左これもう一回押したら決めれそうじゃないですか。あ、じゃあ僕押します。はい、あれ、いや、てかそもそもサントスさん、右下行ってたよね、初動。で、リアクターの時いたっけな？いなくて、メッドウェイの上で、すれ違った気がすんだよな。
ゲンさん目線で話詰めれてない人誰ですか？今さっきポポポっていっぱい種類が上がったので、その方以外でいいんじゃないかなって漠然と思ってるぐらいです。上げたもらった方が多分上がりやすいよ。わかんない、ゲンさん、パッて上げてほしい。上げなきゃいけないのか。それって先端ゲンをオラフ、私の役目なんだ。オラフ、フジミヤ、いや、みんなで協力しよう。で、坂田さんは一人コード方で、アベレージさんとサナダメさんは込み直してたんだっけ。はい、テラゾーさんもそうですよ。テラゾーさんも、はい、なので、はい、アベレージ魚スナザメテラゾーは正直無理位置だったと思ってます。無理です、うん。で、まあゲンさんとオラフさんが O2 まで行って並走してるんだったら、まあ無理っぽいなっていう印象を受けました。じゃあゲン目線で容疑者を言うなら、多分筆頭はサントスさん、時点で藤宮さんぐらいだと思います。まあシンプルにリアクターから出てくるのが遅かったメンバーですかね。でもリアクター、ゲンさんと一緒に出ませんでした。藤宮さん多分早めだと思うよ、出たのは。あ、失礼、私が追い抜いた方でもあります。リアクター出るのが遅かったというよりは、右に到達する順番というか、うんうんうん、左側から、いわゆる一番左側から遠のいた位置っていう順で、一番遠のいてない方々を今挙げてみました。サントさん実際リアクター来てなくて、寺戸さんがかばったってパターンない？他サントさん見た人いる？リアクター周辺で。いや、いたよ。セキュリティの重量は他の人に話してほしい。他の人に話してほしい。他の人、サントさん見た人いる？うん、てか、ゲンさんとかさ、オラフさんとかがさ、アッパーエンジンの方向かう人は見なかった？それがサントさんだったと思うけど。変わってるんじゃなくて、リアクターにいたって俺はサントさんが。あ、いやいや、他の人、ごめん、他の人。アベレージさんって今、おっしゃってくださったと思ってるけど。僕コミュニケーションなんで、そこら辺は全然分からない。アベレージさんさっき、うんって言わなかった。あの、砂ザメサントスさんとペアになります。二郎なんじゃねえかな。あ、じゃあ、それでもいいですけど、どうします。え、なんか砂ザメサントスペアでいいですか。他の人大丈夫です。いいよ、大丈夫です。 OK です、はい。正直、ボタン押しそうな藤宮さんの前後の記憶が飛んじゃったのは、あれがインパクト強すぎて。砂ザメ、いや、サントスさんだったと思うし、今の寺野さんの上からの被せ方、やっぱ黒なんじゃね。あ、やべやべ、逃げ。いや、これ思考録入ってっか。他の人は喋るべきだよね。他の人がサントスさん見てたんだったら、別に間接的に証明できるはずだから。それで寺野さんが見た話はすごい強く言う必要あるか。あとちょっと夏目さんの最終目撃位置がちょっと曖昧。リアクターでいいのか。ちょっといろいろ起きすぎて、ちょっとこんがらがっちゃってる。夏目さん、一回ロック外そうとして、ハンコは可能だったのは、全員の意見信じるんだったら、アナさんはコミュートナビゲーション行き来したって言ったっけ。現在、停電最速で直しました。ありがとうございます。あ、しょ。お願いします。アベレージです。メッドベイの、下側の方で藤宮さんの死体を発見しました。あら。アドミンで見たら、メッドベイ1、エレクトリカル1、カフェテリア1だったかな？カフェテリア2だったから。で、メッドベイに向かってる最中で、ゲンさんと一緒に向かってる最中で、なったって感じかな。そうですね。まあ、一応砂ザメサントさん無理です。はい、砂ザメサントさん無理。高野さん最後エレクトリックいた人誰？砂ザメサントさんです。え、その前1のタイミングでゲンさん捨てた。あれ、エレクトリカル直したの、ゲンさん。え、うん、エレクトリカル直した後いたのは僕と魚さんとゲンさん、
で、ゲンさんと、僕が先に出て、ゲンさんが後から出て、魚さんが残ってた状態だから、魚さんの行動を教えてほしいのと、エレクトリカル1が誰も出てこないんだったら、弁当使ってる確定だと思う。最終位置、魚先に行った方がいいと思ってて、俺、最終位置がコミュニケーションとシールドあたりかな。シールドあったかな。見た方おられる。で、ストレージの、あ、誰もすれ違ってない。で、ストレージ、停電が終わった後に、ストレージでサントスさんと砂ザメさんがタスクをやってるのを確認しているので、どっちかが俺の姿を見てくれてればいいなっていうぐらいですね。まあ、実際にいました。あの、落ち葉かしゃこんなとこ、はい、そこには、我々組いましたけど、ごめんなさい、見てないです。私もいない。停電開けた後ぐらいに、そこ、停電っていう手で開けた後にいました、はい、その辺にはいましたので、なんか言ってることのツイストは合ってますけど、まあ、一応いましたね。ごめんなさい、見えてないです。魚さんは死人できてないです。あのね、ゲンさんと結構合ってるって感じ。何回かどこで会ったかも覚えてないけど、絞れないで、なかなかキルされたのは直前だと思うので、ネタっていうか、メッドベイとエレクトリカルとカフェテリアにいた。エレクトリカルに最後に出た人が怪しいってことですよね、残った人が。まあ、寺園さんの証言が嘘の可能性もあるからな。普通に歩いて入ってきてっていう可能性もある。いや、これロック入っちゃってっかな。まあ、魚さん単体と、サントスさんとのコンビって感じだよな。はい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 。アベレージさんはどっちからメッドベイに入ったの？カフェテリアの左上のタスクを終えてからメッドベイに入りました。あ、じゃあ多分俺がアドミンで見たとき、カフェテリアにいたのがアベレージさんだ。ですね。うん、寺園さんが見たときにエレクトリカル1いたんだよね。エレクトリカルにもいたはず。まあ、本当かわかんないけどね。ああ、まあまあまあ。うんうん、一応我々が停電のときに、停電明けか、停電明けのときに、その落ち葉ガチャコンからエレクトリカルに行ったときに、誰ともすれ違わなかったから、うん、まあ、ロアエンジン側に行ったか、弁当かで移動したかみたいに思ってしまいました。か、もうロック入っちゃってるかもしれないけど、寺園さんがアドミンの情報を。はい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 、了解了解。嘘ついてて、普通に歩きで殺して見に行ったふりしてた。なんかめちゃめちゃロックされてるんだけど、その理由がさっぱりわからん。うん、サントスさんを見たのは、うん、そう、サントスさん見たのは寺野さんしかいないし。今日からローラしまにゃしません？いいっすよ、俺。サントス藤宮？サントスさんからでいいですよ、しかも。1回目のキルのローラー対象ということです。待って、藤宮さん死んでる。藤宮さんとローラーって藤宮さん死んでるんだけど、だからです。あ、藤宮さん死んでるのか。じゃあ藤宮さん死んでるから、サントスさんだけ殺してもいいです。でいいんじゃないですか。うん、なんか、先端のことを逆に白く見るから、俺の疑いを晴らしてほしいって意味でサントスさんだけ。かわいそう。勝手に殺されちゃうの。かわいそう。身代わりにされてる。サントスさん確定してるから、俺知らないよったら、なんで俺を黒く見るのかっていう意味で言ってるから。まあ、魚、タスクあと1個で終わるんですけど、はい、誰かにつきますよ、終わったら。あ、まあ、砂鍋さんだとまだペアでもいいような気がしますけど、どうなんですかね。うーん、まあ、私、グレイチなんで発言権ないって他の人にも。まあ、これ、とりあえずスキップしましょう。テラソーセンターの行動はダメなんですか。あ、そうするか。それがいいね。うん。うん。よかったよかった。ありがて。最初からそうしたかったけど、誰かから言ってほしかった。これが迫真の殴り合いだったらどうしよう。全然ありえる。ロックだっていう前提で。さんもついてきちゃうの。計算ついてくるの。何人こ、あ、計算終わってんのかな、タスク。はい。じゃあ言っとくけど、はい、思考ロックの可能性が十分高いって前提で、うんうん、僕の推理は、うんうん、一応言っておきます。さっきのお話をもうちょっと詰めようっていう話ね。うんうん、エレクトリ、あ、メドベイ殺害だよね。そうですね、うん。はい。あの日の殺害を、まあ、もうちょっとに容疑者絞りましょうっていう議題でいいですか、この日は。うん。はい。
ちなみに俺はナビゲーションで、砂ザメさんとすぐみとすれ違った後、アドミンで確認して、ゲンさんが下から来たから、ストレージ側から来たゲンさんと一緒にメッドベ確認しに行ってるっていう時系列です。うん、砂ザメさん、目線合ってる？私、多分そのタイミングだと私とサントスさんはオッチバカシャコンやってるんで、多分視界に入ってないです、ゲンさんは。じゃあナビゲーション、ナビゲーションの寺田さんの目撃。あ、ナビゲーション寺田さん合ってる。うん、合ってます。見てます、ナビゲーション。じゃあ無理か。僕、アドミンから出ていく寺田さんを見てるから。センターさんにお聞きしたいんですけど、寺田さんがキールできるタイミングってメドベイ殺人事件の時ってどのタイミングだとお考えですか？うん、今聞いた、改め聞いたらなかったですねって。あ、ロックです。わかりました。ロック入ってます、僕。ってなると、悪いロックで。あ、僕、アドミンいました。アドミンのダウンロードタスクしました。最終位置、はい、最終位置は寺蔵さんは、寺蔵さんもいました。はい、僕がダウンロードしてるときに寺蔵さんが後からアドミンに入ってきて見てるって感じでした。うん、まあ一応殺害が可能ではあったのかな。上から来た感じだと僕、まあ上からは来てるから、まあ、はい、ギリギリできなくはないかなっていう。あと魚さんは見られてるから、魚タスク終わったんですが、はい、誰か、じゃあ阿部についてきてもらってもいいですか？あんまり組作っても仕方ないんじゃないか。了解です。タクミあるから、じゃあ俺エレクトリカルとかでも前で待ってるね。タスク、サボタージュ最優先直します。了解です。了解です。カドスケの最後でいいな。めっちゃ監視員さんがいる。飼育員さん、ゲン。めちゃくちゃ監視されとるけど。魚なんですが、おそらくサントスさんが殺してる可能性が高く、砂ザメさんが、アドミンの、とストレージとカフェテラ行く通路の、真ん中で死んでいました。で、なんで分かったかというと、セキュリティをリアクターが鳴った後にセキュリティ向かって、セキュリティの方でカメラを確認したら砂ザメさんの肉が転がっていて、うん、で、サントスさんはストレージの、左側の方から俺とすれ違って、俺とすれ違った瞬間に、厳しさを返して俺の方に向かってきてるので、多分サントスさん殺しているのと、今回の殺害に関しては砂ザメさん殺害に関しては、テラゾー先端、ゲンさんは不可能ですというのは僕の証言。以上だね。リアクターに全員いたね。完璧です。僕もいました。あ、サントス視点の話いいですか？どうぞ。はい。はい、ストレージで給油してて、で、魚さんが、上に行って、で、私は普通にアドミンを見に行こうかなと思って見に行って、まあ、呼ばれたっていうことなので、魚さんの言ってることの辻褄は別にさっきの話を私してるんであれですけれども、できる話かなと思ってますが、奈良鍋さんの話がなんでサントさんの目線一切出てこないのかが分かんないけど、そうだね、奈良鍋さんと一緒に行動していたはずですよ、あなた。あ、そうだ、ほんまや。オラスタとアベレージさんの動きは僕もリアクター行きました。そのままアッパーエンジンって行ってカフェテリアぐらいでなったって感じです。アベレージ一番最後にセキュリティでカメラ見てて、で、魚さんの報告で魚さん完全に白だなと思いました。僕もアドミンの砂ザメさんの死体は見て行こうとしたところで、ね、リアクターが鳴る前の動き当たってんじゃないの、僕のロックが。ただ先端さん、あ、ごめん、佐藤さんを確定かなっていう。今とりあえずそうっすからね。わからん、あと残りがわからん。魚さんに行動を一緒にしてもらえばよかったな。まあいいか。
めちゃくちゃ監視されてるね。ケインさんに。めちゃくちゃ飼育員さんが。めっちゃ見てる。あ、1個残ったのか。まあまあどんだけ遅くてもタスクでいけるでしょう。しよしてから行こう。もう終わってんのか。これ寺蔵さんじゃなかったらどうしよう。土下座。これで終わりか。僕ので。終わりか。終わんない。アベレージさんか。さん死んでそうだな。探してほしいね。満載ないな。ってなるとテラスじゃないのか。また。だな、テラゾでした。おお。いやごめんなさい。チコロク最強。最強。さんのロック解除が強かった。あと1秒あったら魚さん殺せたんだって。あと1、いや1かもう0ぐらいやった。惜しい。サントツさんが十字路にいたのは本当だし、なんか嘘も何も言ってなかったんだけど。あ、そうだ。ロックされたんだ。あれアドミンの情報はじゃあ嘘情報を言ったっていうことなんですか。あれはいや全く完璧に本当のこと言ってるし何も嘘ついてない。ネットベイで俺が殺してアドミンに行ってから全部同じ本当のことを言って、はいはいはい、口調がインポスターっぽくなってたのかな。いやあのね、いや分かんなかった。まあ僕サントスさん、まあ見間違えたんだったんだけど、そのサントスさん目撃情報を寺蔵さん以外から出してほしいって言った時にもうずっと寺蔵さんからしか情報が出てなかったから、普通だったらそう、もう誰も覚えてなかったから何で覚えてるんだよ。でも、あ、でも、でも本当に従業員はいました。普通に私あ、いたんだ。いたいたいた。それがそのそれがサントスさんの保護情報にもなってないから、メットメあのリアクター前にいたって普通に怪しい情報じゃん。何が俺を怪しいのか。だからそれだったらなんか他の人に聞いて、あ、見てなかったのか、俺は見たけどなぐらいのはずなのに、いや絶対いた絶対いた絶対いたって言ってたのが、あ、なんかそこに色を考えちゃったな。絶対開けたらサントスさんがいたから、まあ、完全に俺がセキュリティから出た後に最初に会った人間がサントスさんだったから、主張としてはおかしくないかなと思ったんだけど、まあちょっとそうだね、インポスターを意識してたからなのかな、うん、多分ね、その他の人よりも多分意識しすぎてた部分がちょっと嘘っぽく聞こえちゃったのか。そう、他の人聞いて、あ、他の人いたよね、あ、見てないんだくらいが多分、うん、そうだね、船員の視点だから。じゃあ初日はサントスさんが夏目さんを殺して、はい、2日目はメドベイで寺蔵さんがってことか。でもうタスクの量的に強引に行かないとと思って砂ザメさん殺してリアクターになって帰ってくるまでにもう1キルいてきれば釣られてるかなと思って、母さんが見つける、いや桜さんめっちゃ一直線に向かってる、キル間に合って間に合って間に合ってって願望したんですけど、1カウントで多分発見されました。あ、でもサントスは多分追われたかもね。アベレージさんがカメラ見てたから、うん、あのでも俺殺しててっていうので状況がだいぶ変わると思うから。ああ、そうか。あ、確かに。
ああ、じゃあまあうまいこと今回はペアがハマってたってことか。結果、まあ、結果からすると。さすがにあのずっと3人だったから俺キルできなかったな、最後の場面。そうですね。ああ、めっちゃ固まってたよね。なんかセキュリティ一人ずっとカメラ見てるのをアドミンでずっと確認してた。そう、あれどうやってサボタンターンペアを追いかけるかカメラ見るかしかしてません今回。最後のターン全くキルのターンなかったからもうどうしたの。サボタンもう誰かボタンを押してあの降参しようかなと思ってくれ。完全にもう僕の薄い思考ロックをずっとしてただけだからそうと思いながら。でも3人ペアって確かに結果論でしかない。ずるいと思うんで3人ペアって正直クルーメイト側の戦法としてはあ絶対無理だから定率ではよかったかなとは思ったけど、まあ、定率でも疑われてる位置だったから無理だから。この議論タイムだとそういう勝ち筋しか現状思い浮かばないので今回ちょっとやらせていただきました。しかもなんか同列の対立軸じゃなくて僕は勝手に思考ロックで疑ってる先だから。そうそうそう、ミクロは絶対ないじゃないですか。だから私目線でミクロないし一方的なベクトルだから原産がつくと、もうさらに強いよね。そう勘違いして、痛い目見てほしいわ。まあでも、あの人だったら、これ本当に俺から怒られるやつだからね、と思いながら。いや、本当に、いや、僕、ずっと言ってた。もう、違ったら土下座するってずっと言いながら、一緒に行動してた。三四郎拾えますからね。いや、うまかった。寺蔵さんのあの、私を殺そうとしても外そうとするのはうまいなと思いました。まあ、サントスさん殺すまでは絶対行かないだろうな、あの理由だけじゃって思ったけど、まあ、行ってもおかしくなかったよね、あれは。そうですね。まあでも、最悪死んでも、それが勝ち筋になるなら死んでもしょうがないかなと思って、私もあんまり上がらない。藤宮さん死んでますって言われたときに、あっ、藤宮さん殺しちゃったって思ったし。ああ、そっか、ペアじゃなくて、の話したんですけど、なんだっけ。しかも、あの、サントスさんと藤宮さんローラーしていいですよ。藤宮さんいるから、まあ、ローラーされんやろ。あ、藤宮さん死んどる。じゃあ、サントスさんローラーしていいやめろって。そういうことだったのか。そうそう。え、寺尾さん今回キルしてないってこと？いや僕はメドベイ、メドベイで確かキルした。ああ、じゃあ徒歩でやったの。うん、そう藤宮さんをやったの。これね、それですごい、ね、寺尾さんをめっちゃ怪しんだみたいな。めっちゃ。どがセンターさん。でも担当さんと砂田さんがナビゲーションで合ってるから一旦違うっぽいって話になったから。いやでも1日目のキル自分としてもそんなに悪くないように見えたのに逆算であそこまで詰められたらもうキルできないですね。あれはあの日はそう確かに、あとはリンがボタン押した日ですね。ちょっと魚さんが浮いてた、魚さん、サントスさんがちょっと浮いてたかなぐらいな印象でした、あの日は確か。初手、カフェテレの弁当の上に立たずんで、寺蔵さんが二度見してたから。何あいつと思ってた。で単純にその魚さんとサントさんの中でサントさんのが話題に上がったんでなんとなくじゃあ私サントさんにつきますぐらいな結構フラットに見てました、サントさんとさんは初日の段階では。なるほど。っていう感じ、ね、そんなに疑わなかったからこそ疑わなかったです。でサントさんが釣れなかったと思うから、まあ、そんなだから別になかったけど、まあ、チーム組まれて俺がロックされちゃってあの2チームになっちゃったから、まあそうですね、いいだよね、もうどうしようもないね。そうそうそう、俺がペアになってなければまだ目はあったと思いますよ。2チームかつタスクも結構進んでたんでもう強引しかないかなと思っちゃったんですけど、もうちょっと2チームのチームに苦しかったですね、確かに。寺戸さん見事でしたね。じゃあメッドベイのキル、いやめっちゃ見事だった。もう全然容疑者じゃないって思っちゃったからな。普通に歩いてナビゲーションで砂ザメさんとすと別れてからまっすぐ上に行ってんですよ。あ、上行ったんだ。あ、違うか。あとその後アドミン行ってアッパーエンジンらへんにいるの見て、あ、メッドベイ来るだろうなと思ってメッドベイキルしてからアドミンに行って即ゲンさんと合流してメッドベイに向かった。往復してたんだ。ま、結構移動できるもんだな短い時間で。ね、なんとなくナビゲーションからメドベイト結構離れてるように感じちゃって、往復できるちょっと距離感の計算がパッとできなかったな。あそこでチーム解消してほしいって言いたかったけど、まあちょっと疑われすぎるなそれと思ってやめた。あれアベリさんのペアペアもありがたかった。僕もう思考ロックっていうのを全然分かったから他の人に言ってもらわないと困ってたから、めっちゃペア誰か決めてくれと思いながら言ってた。リンパってセンターが白、寺蔵さん黒か両白じゃない、ごめんずつ式で。そうですね、センターがね、もう白くなりすぎてるからね、殺さなきゃいけないんだけど、まあ、しょうがない。あの殴り合いで黒黒はさすがいないだろうっていうのが、ね、
ったので、ちょっとお茶取ってきます。はい、はい、お紹介します。まあそういうのも誘導しないといけないですよね、インポスターは。24時ぐらいで終わりそうな感じなんですかね。次多分ラストとかなんですかね。チャクリとか次が最終戦じゃないですかね。なるほど。夏目先生の目撃が源さんとサントスさん以外が案外なかったんですね。そうですね。いたんで、その時夏目先生が上弁当ぐらいの位置に送られて、ああ、うん、そうそうそう、うん、なんかめっちゃ重なってたから、これ絶対キル起きるかなと思って、怖いなと思って見てた。なんか私が自分で出すか情報出すかとか悩んだんですよね。黙って進んでグレー位置になるか、うん、自分で最終目撃の位置に行ってグレーになるか悩んだんですけど、多分最終目撃の方がまだマシかなと思ったんで、 あそこの情報出しても卓ゲー悩んだんですけども、まあわかんないですね、結果の微妙な。サントスさんはそのゲンさんと藤宮さんがリアクターを出たのを見て殺したっていう感じ。多分ね、ギリ見えてないかな、わかんないですけども、はい、そんなになんか出てたっていうか、一人っきりのやつおるやんっつって、はいはいはい、噛んだみたいな感じなんで、なんか言ったとかはそんな記憶ないです。はい、なるほど。なので、原産目線からすると、リアクターに先に出た人が白寄りで、後に行った人が黒寄りっていう目線だったわけですね。という、うん、もうちょっと広く言うと、左側の位置に、井の一番に抜けていった人から白くなるっていう考え方。あ、言ってましたね、言ってましたね、はい、リアクターというよりは左側、うんうんうん、あの夏目さんが死んだのはリアクター付近であり、そのリアクターの中とは限らないじゃないですか。あ、そうか、エマネンシーか、あの日確か。そうです、ボタンなんで。で、私は一番、はいはいはい、自分が右にリアクター組の中で一番最初に右に行った自負があったので喋れなくてよいというスタンスでした。はい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 、はい、まあ、それはなんで俺が、このした時藤宮さんはメッドベイの一番下にいたんですか。あれはまああの停電が起こったから、あの誰か弁当使うんじゃねえかっていうので弁当を確認しようとしてた。逆にラゾーさんがまさか上から来るとは。入ったらもうインチにいるなと思って。まさか普通に上から来るんじゃないこの人と思って。じゃあ最終戦なんですかね、うん、いける余裕がないな。いやー、議論時間短いからね、ちょっと白熱しちゃうよね。ね、白熱しますね。ちょっと熱が入りますね、ちょっと。